はい、皆さんこんにちは。ワナリグルフィッシュです。今回は提督の決断法、バブキットピッシュ版ドイツ軍プレイ続けていきましょう。基本的な戦略はですね、引き続きということになるんですが、まず、地中海、イタリア近海は基地の守備隊を中心に防衛を果たすと。で、一方ジブラルタル海峡で蓋をしてですね、アメリカ軍、イギリス軍の流入を防ぎます。で、スペイン沖にね、もう艦隊を置いておく必要は、したがってなくなりますので、スペイン沖の艦隊は、一路、アイルランド沖へと一旦進めます。で、潜水艦隊の方は、ジブラルタル海峡での防衛任務についてもらいましょう。じゃあ、ジブラルタル海峡の戦力はというと、現状ですね、この第一艦隊のみになっているので、ここに、スペイン沖から潜水艦隊を呼び寄せると、いう形になります。で、その他の戦力で言うとですね、前回シェトランド沖を攻略した艦隊、違う違う、敵の艦隊ですね。これからシェトランド沖を攻略するための味方の艦隊、これを動かしていかなければいけないので、そのためにですね、アイルランド沖、ここにいる空母艦隊、これを投入していきましょう。で、潜水艦隊はね、ちょっとダメージが出てるので、これはですね、北海の方から合流をさせましょう。で、北海ががら空きになると危険なので、合流ポイントはシェトランド沖にします。では艦隊を進めていきましょう。と、その前にアイルランド沖に輸送船を配備したね。じゃあ、アイルランド沖にいる艦隊、これを進めていきましょう。で、アイルランド沖、これもね、ちょっとガラ空きにするわけにはいかないので、アイルランド沖には、逆に言うと、さっきスペイン沖から投入した潜水艦隊がこの後入ってきますので、一応ね、隣接している、敵国と隣接している海域には艦隊は置くという形になりますね。しまった、北海から艦隊出すの忘れちゃったな。まあまあまあ、でもなんとかなるでしょうと。まずは空母から。敵の艦隊、数は多くないのは確認してるので、まず爆撃機をね、飛ばしきっちゃいましょう。で、潜水艦の方はもう自由に索敵をしてもらって潰してもらいます。問題はこの空母艦隊の方ですね。まあ、どこの海域でも戦えるように。海域のね、この真ん中あたりで待ちましょう。どの航空基地に対しても航空攻撃が加えられるように、真ん中の海域で攻撃のチャンスを伺います。早速爆撃機がアウドームラとミーミルから飛んでるんで、空母から飛んでるので、これでね、撃破できれば、次の飛行場へと攻撃目標を変えていきます。早いね、やっぱり。圧倒的な攻撃力ありますからね。1トン爆弾積んだ爆撃機のみなんで、まあ、残念ながらね、雷撃機優秀どころがない以上は、すべて1トン爆弾積んだ爆撃機になってるんで、まあ、基地攻撃に関しては、圧倒的な破壊力が、やっぱりありますね。では、第2波、次の敵飛行場に向けて攻撃を行っていきましょう。敵の偵察機はあらぬ方向を偵察してるんで、一気に叩こう。で、味方からもちょっと偵察機飛ばしますか。そうすると敵の位置を知りたいので、
艦隊はゼロではなかったので、まあもちろん、こちらの来襲を予想して、少ない艦隊は退避したという可能性もあるんですが、基本的には敵の艦隊がいるという前提で動くんであれば、偵察機を飛ばすのがちょっと遅かったぐらいですね。いたね。数は多くない。ここで残念ながら雨か。そしたら雷撃戦で、こちらがね、ダメージを食らうのは嬉しくないんで、ちょっと敵の艦隊から距離を取るようにしましょう。で、味方の潜水艦部隊の方に、まあ、逃げ込むような形かな。敵の方が足が速いと思うんで、駆逐艦2隻。勝ち合うな、これは。どうする？旋回しよう。ここで戦って空母を失うのは嫌なので、逃げましょう。この時空母がね、敵の駆逐艦の魚雷でダメージを受ける。損傷するっていうのは避けたいんで、ちょっと今随伴している艦艇で敵の艦隊とは戦いたくない。まあ、それがたとえ駆逐艦数隻だけの、まあ、艦隊であったとしてもですね。発見されたか。雨が降っちゃってるからね、今。さあ、敵の駆逐艦がこちらに向かってくるけど、巡洋艦、10巡洋艦は入ってるんで、10巡洋艦からの砲撃が決まれば、まあ、敵の魚雷を食らわずに済むんですけど、魚雷が撃たれるときついんだよね。よし、沈めたね。おんの字、おんの字。じゃあ進路をまた同じところに向けましょう。で、夜の間ね、敵の艦隊は出てこないと思いますので、時間を早めます。まあ一応潜水艦による索敵は続けさせますが、この後はもう基本的には夜明けとともに空母艦隊から、まあ、艦載機を発艦させるという動きですね。まあ、一旦ね、味方の潜水艦が、軍狼作戦張りに展開している、あの辺りに、退避すれば、いきなり敵の奇襲を受けるっていうことはないかなと思いますんで、この海域で、一旦、待機しましょう。で、夜明けとともに攻撃隊を飛ばします。安心感あるよね。飛行機の消耗はね、敵の迎撃能力が上がるにつれて、おっとここダメか、弱くはなってきてしまうんですけど、どうしても長距離、さらに重い爆弾を積んでる以上は敵の航空機あるいは迎撃能力が上がってくると消耗率がねバカにならないんじゃないかなという思いはあるんですが、まあでもやっぱりね、母艦を失わないっていう安心感はすごいですね。母艦を失わずに済むという安心感は。敵の陸上機、これのアウトレンジ外から攻撃ができる艦載機を持ってると強いですよね、やっぱり。
じゃあまずはここシェットランド沖を取っちゃいましょう。雨が降ってくる前にね、さっさと蹴りをつけます。計巡洋艦、これ防空の計巡洋艦ですね、これが1隻、さらに同タイプのものが計5隻完成です。で、小型ディーゼル機関の1で開発可能になったのが高性能火薬ですね。そしたら今のシェトランド沖攻略した艦隊、これを使って、そのままノルウェー沖まで進行しましょう。ノルウェー沖に敵の艦隊がいるかどうかっていうのはちょっとね、未確認なんで、正体は正直わからないんですが、で、蓋をしなきゃいけないアイルランド沖ですね。ここには3個艦隊入ってるんで、まあ、こんだけの艦隊戦力があれば、防衛はできると思います。なので、間髪入れずにシェトランド沖からノルウェー沖へと進行させましょう。これで資源もだいぶマシになってきたんじゃない？ノルウェー沖が取れればさらに楽になると思うんで、一旦飛行機をじゃあ作っておきます。まあ、飛行機の数はさっきも戦闘中にお話した通り、どうしてもバカラタイプのものはこの先数の消耗が激しくなるというのが予想されるんで、早めに作れるときに作っておきます。いやー、これお金かかるね。今の高性能火薬作るだけでもだいぶ金かかりましたけど、じゃ あ日本にはオイルを売りましょう。さあ、ノルウェー沖ですね。敵の艦隊がいるかどうか、これがちょっと今回全くわからないんで。うわ、ちょっと待って、これさ、夜明けから日没までノルウェーってこんなに時間短いの？この時期3時間しかない。これじゃあ無理だぞ。マジか。迂闊だったな。ここは逆に砲撃戦ができる艦隊を投入しないと話にならなかったですね。ちょっと艦隊を入れ替えましょう。はい、というわけでちょっとね、投入する戦力を間違えたかなというのがあるので、空母艦隊を一旦防衛のための海域に派遣して、砲撃戦ができる艦隊を送り込みたいと思います。で、敵艦隊はイタリア近海に来たか。このね、味方のイタリア海軍3個艦隊投入しても勝ち目がないんで、ここはね、逃げの一手ですね。貴重な艦隊戦力なんで、これを失わないために洋上退避と。防衛戦その一切はしないと。ちょっとどうにも消極的な策ですが、これでいきます。
マジか、ここで戦う。ちょっと待ってくれ、これは想定外だぞ。まさかここで敵艦がやってくるとは。駆逐艦思わずまだしもね、ちょっと主力艦が沈むのは勘弁してほしい。戦艦が沈みましたね。いやー、してやられた。これは全滅するぞ艦隊が。攻めて攻めてだ。残りの艦隊だけでも逃げ切ってもらわないと。いやー、ローマーというかこの地中海イタリア近海、ここのイギリス軍なんとかして駆逐しないとダメですね。まあ、イギリス軍に多少ダメージは出しましたけど、こちらの損害の方がはるかに大きい。やっぱりこの当時のイタリア海軍とイギリス海軍だと、もう天と地ほどの差がありますからね。さあ、敵の空襲が来ているのでちょっと確認しておきましょう。まあ、ただ時間的にはだいぶ余裕があるので、まあこのままね防衛はできると思うんです。それにしてもイタリア海軍の一個艦隊を失ったな。あの海域に現れるのって初めてだと思うんだけどな。見事にしてやられましたね。さらに敵の戦艦が攻撃か。まあ一個艦隊失いましたがしょうがないですね。修復して我慢しましょう。で、艦隊も再編し直した方がいいよね。これこうなっちゃうと。まあ、イタリア近海はね、幸いドックがあるんで、このままドックで修理してもらうしかないな。では、こちらは作戦行動に移りましょう。まずはシェートランド沖にいる空母艦隊、これを、一路アイルランドに送って、で、砲撃戦がこなせる艦艇、これをね、動かしていきたいと思います。そろそろ1個艦隊分ぐらいは新設できるんじゃない。第2艦隊ができるね。アウド村型の空母が完成してるんで、これが本当の空母艦隊の編成だな。これを第2艦隊と位置づけて、まあじゃあその感じの第2艦隊に乗せるね、空母が不足し、艦載機が不足してるという問題は、大問題があるんですが、まあ空母がいるというだけの抑止力で、行きましょう。では、この第2艦隊を、ジブラルタルに入れて、ジブラルタルにいる砲撃戦のできる艦隊、これをノルウェー沖へと出していきます。
まあ、どうしても空母ができたとはいえ戦力的にはまだまだ劣るんで、それを巻き返すだけの力を得ようとするとさらに空母がね 5,6 隻必要な感じですよね。多方面に空母を展開できるようにならないと、まあちょっと戦略的に厳しいですよね。戦術的にはね、空母入ってればその海域での勝利ができると思うんですけど、空母を派遣してない海域がさっきのイタリア近海での戦いがその象徴だと思うんですけど、何をするにしても戦えないというかなり厳しい状態になるんで、そこをどう見極めていくかですね。物資援助は石油を押し売りしておきましょう。もらって困るものではないんで。物資アイルランド沖の攻略で得た金を使っていきましょう。次はノルウェー沖、これを攻略してヨーロッパからイギリス軍の影響を完全に排除しましょう。今回は技術開発ちょっと厚めに入れられるで、まあやっぱドイツといえばね、技術の国ですからね。あの今でも忘れられないのが、あのあれはねバカラだったと思うんですけど、バカラで飲んでた時にドイツ人に話しかけられて、大盛り上がりした。もうあれね 5,6 年前だったと思うんですけどね。さあ第二艦隊にはじゃあ艦載機を投入していきます。で提督もね、乗せられる人がいれば乗せちゃいましょうか。まあ本当は適性を見て乗せていくのがいいと思うんですが、一旦は提督を乗せるというのを目的にしちゃいましょう。あ、イタリア近海に来るか。イタリア近海取られるわけにいかないんだよな。やられてる。まずいぞ。ガー。壊滅するな。イタリア海軍が壊滅の危機に瀕してますが、まあとりあえず防衛してるので、この防衛を続けて、その間に空母艦隊を投入しましょう。これ空母艦隊をねすぐに派遣できれば、いいんですけど、空母を含む艦隊をねすぐに出せない事情があるっていうのが一番辛いとこなんですよね。というわけでまずシェトランド沖、これ一ターンで確実にゲリをつけましょう。で、このアイルランド沖に契約している第4艦隊である空母艦隊、これとジブラルタルにいる艦隊、これをね
ちょっと動かせるようにしましょう。今第2艦隊どこまで行ってる？第2艦隊スペイン沖まで来てるね。次の週でジブラルタルに入れます。じゃあまた生産系やっておきましょう。まず航空機からですね。空母の数がちょっと足りないかなーっていう感じになってきてるんで、空母も作りたいですね。ただその随伴艦も必要になってくるんで、やっぱアキラ型しかないんだよな。まあ大型アキラ型、これを建造中のものが1隻2隻3隻4隻建造中か。だったら一旦いいか、我慢してここは戦艦にしよう。ビスマルク型の戦艦、これを2隻ほど追加で作ろう。でさらにこの戦艦部隊を、支えるための巡洋艦をね、いくつか作っておきましょうか。どうしても巡洋艦の数はね、消耗してしまう艦艇ではある、まあ、駆逐艦ほどではないにせよ必要にはなってくるので、さらに、まあ、空母の護衛にも使えるように、あるいは戦艦部隊の随伴艦としても使える計14艦の艦種である防空巡洋艦、これをさらに、5隻ほど作りましょうか。OK だ。じゃあこれで残ったお金を内政に使っていきましょう。中型ディーゼル機関と技術開発は、まあちょっと全くお金がないんで、どうしても欲しいところを優先しよう。で物資援助忘れてましたね。石油の押し売りをして、これで決着をしっかりつけましょう。ノルウェー沖の攻略です。まあここはね、飛行場、せっかく揚陸部隊連れてきてるんで、占拠という形を取りましょう。早いな。まあ破壊しちゃったか。まあいいでしょう。あっさりだね。よし、アキラ型さらに2隻でヘッジホックが完成ですね。そしたらノルウェー沖にいる艦隊、この艦隊すべてをジブラルタルに動かします。まあドック入りも兼ねてというとこですね。で、アイルランド沖にいるこの空母艦隊、これをまずはイタリア近海に派遣します。でアイルランド沖がちょっと心配だよな。いや、なのでアイルランド沖にいる空母はこのままここに待機させよう。それがいいね。で、代わりにジブラルタルに入った第2艦隊、これを
イタリア近海に出そう。で、今攻めた、ノルウェー沖で使った艦隊。これは全てジブラルタルに入れると。いうことで、防衛戦略としては、まあ、せっかく確保したんでね、防衛戦略としては、アイルランド沖、ここで空母艦隊で、防衛。ジブラルタルには、戦艦部隊、を入れます。で、イタリア近海には空母艦隊を入れて、地中海にいるイギリス軍を一挙に消滅させるという作戦で、行きたいなというふうに思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。